包まれて口づけすれば暗い夜空に朝日が昇る青いや桜舞い散る春のひまわり耐える夏もコスモスが恋する秋も最初の名前は猫図音楽祭というちょっとかっこいい名前やったんですよ、うん、で2週間前にあの米文書があのチケットをあの作ってくれるのにサンプルをこれでいいかみたいな感じであの LINE の回し札にね、でそこに猫図音楽祭って書いてあったんですけど、それをみんなメンバーが開眼してる時にサンダーが
いや音楽祭はちょっとこれは声悪いんだろうなという本番くらい2週間前の時点で僕たちグダグダやったんで音楽祭は声悪いやろ、今もグダグダ、グダぐらいにはなってるかなと思うんですけど、本番くらいそうなんですよ。ほんで、まあ、チケットを見てくれて、なんだこれはと思った方も多いと思うんですけど、プラクティスサマリだとか、なんか、ぬるい名前がついてまして、なんか、こんだけ大々的に皆さんに来てもらって、練習会を、なんか、有料でやろうという、その、なんか、厚かましい考え方の、はい、それはそれでね、はい、すいません、はい、なんです、はい、で、まあまあ、何や練習会っていうツッコミは、まあ、3年3年も思いっきりしていこうとして、もうそういうことなんで、今日は思いっきり練習させてください。よろしくお願いします。はい、僕たち1回、奈良のライブハウスでね、つかまして初ライブをしてもらった時にやった曲なんですけど、思い出の曲でグロリアっていうのがありまして、ピタさんが軽音部高校の時にこの曲をやってたっていうことで、この曲やってないですか？この曲やってない、すいません、情報ですね、すいません、こんな行き違いのメンバーですわ。まあまあ、なじか思い出の曲ということで、初ライブでやってた、はい、ではグロリア、お聴きください、お願いします。君の海を見つめる
めぐり合うのかを私たちは何も知らない、いつめぐり合うのかを私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語だ、手の糸はあなたよ、この糸は私、織りなすのはいつか誰かを温めうるかもしれない。生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢追いかけ走って転んだ日の後のささくれ、どんな糸が何になるの、心もとなくて震えてた風の中だ、手の糸はあなたよ、この糸は私、織り結ぶのはいつか誰かの傷をかばうかもしれない、私愛できる。